ということで、今ミルクを飲んだので沐浴お風呂に行きたいと思います。イエーイ。はい、ということで今日は沐浴の動画を撮っていきたいと思います。もうね、沐浴、まあもちろんね、毎日沐浴してて、時間は特に決めてなくて、まあ大体6時以降っていう感じなんですけどね。ねえ、ちょっとお風呂がこの子大好きなんですけど、起きてからすぐにお風呂に入れてしまうとお腹空いたことに気づかれると、もうお風呂でもなんですね。なのでちょっとミルクをね飲んでもらって、お腹をねちょっと小腹を満たしてもらってからお風呂に入るのがルーティン化しております。ねえ、はい、ということでお風呂の準備をしていきたいと思います。少々お待ちくださいねーと。はい、でね、うちはね、こういう、あの、なんて言うんですか、空気入れるタイプのお風呂を使っております。これはね、ファンの方からいただきました、ありがとうございます。めちゃくちゃ便利、膨らますのもね、マジ感動なんだけど、これここを空気開けてシュポシュポシュポシュってやれば、あの、空気が溜まっていくんです。ここを開けてこうやって押すだけで空気がパンパンになっていくっていう、超便利、すごくない？誰が考えたの？これを台所に置きます。で、これが石鹸、体洗うやつと、あとはアトピタ、これは保湿クリーム、ローションも用意します。台所でやるので、もちろん包丁とかそういうのはしまって拭きます。そしてこのかわいい頭のクッションを置いて、沐浴用の長いガーゼと、顔とかを洗うよ、顔体洗う用のミニガーゼで、こういったガーゼのタオルを通りにして、で、肌着、洋服ですね、新しい洋服準備2枚、今日はひよこちゃんにします。そしておむつも用意します。もう一つガーゼタオルを用意して、よいしょ、はい、で、お湯を入れます。お湯はね、この41度ぐらいがいいということで、41度に設定して、あったかいのが出るまでお湯します。はい、お湯出してる間に赤ちゃんを脱がします。入りますよ。赤ちゃんの服を脱がすときに手がすごいちっちゃいんですよ。指がねボキってならないように、指をつかまないようにタイミングを見て、よいしょ、脱がします。ちょっと難しいね、よいしょ、よいしょ、お風呂に入ります。ゆっくり足からぽちゃん、はい、気持ちいいね。まずは体をかけます。いやー、もう本当にね、最初の頃はてんやわんやって感じだったんですけど、慣れるまで、でももうあっという間にね慣れてきました。よいしょ。でも今大きくなって、こう頭をすごいこう回転っていうんですか、パタ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 させるようになってきて、だからちゃんと頭を支えてないとコーンって勢いよく行っちゃうから、めちゃくちゃ不安。ちっちゃい頃はこう頭のサイズがちっちゃかったので、こう手で全然持てたんですけど、大きくなってくるから支えるのも大変になってきちゃいました。はい、じゃあ顔から目失礼します。はい、TikTok でねあげたんですけど、ちょっとニキビが、ね、出てきて、このニキビ大丈夫なのかってちょっと不安になってしまって、動画上げたんですけど、なんかね、まだね綺麗な方なんだって、不思議。顔洗ったら私はもうすぐ保湿しちゃってます。で、最初は先生にはこうやってガーゼでこういう風に髪の毛を
濡らしてっていうふうに教わってたんですけど、もう私ヘッドスパみたいな感じで直接かけちゃった。なんか一回やってみたら全然平気そうだったから、ヘッドスパでーす、ね、全然平気そうでしょ。こんな感じでね、ちょっとヘッドスパしてます。はい、お客様、こちらシャンプーでございます。ほんとさ、これって気持ちいいんだよね、きっとね。なんか自分がさ、こんなさ、お風呂入って洗われた記憶ないじゃないですか。ある人いるのかな。こうやってさ、頭をすごいさ、くるくるさせるの、わかります？こっち向いたり、あっち向いたり、こうやってこれの動作が最近すごくて、頭洗ってる時とかね、落としそうになっちゃう。はい、気持ちいいね。シャンプー終わりますよ、お客様。で、腕とか洗う時にすぐに流さないと口にね、持ってっちゃうんですよね、こう手に泡ついた。なので手をこう洗って、脇とか洗ったらもう一回反対の腕に行く前に流す。もうさ、マジでさ、沐浴の指導があって、沐浴の指導の前に DVD をもらうんですよ。で、次の日沐浴のアドバイス直接するねみたいな言われていただいたんですけど、なんか試験みたいな感じだと思って、 DVD 渡したんだからちゃんと手順そのまんま覚えなさいよ、明日やるからねみたいな感じだと思って、もう丸暗記して完璧にするぞみたいな感じで、もう沐浴の DVD をもう見まくってメモして、全部一から正確に DVD 通り覚えてっていうね、そのなんか私の性格が出て、ちゃんと覚えていったら全然緩くて緩いし、 DVD 通りではないという。上半身洗ったらちょっと線抜いちゃって、やっぱお尻とか股とかをお水いっぱいだとちょっと洗いにくくて、自分的にちょっとお湯抜いた状態で、もう両足一気に付け根まで足を洗って、はい、足をね、あ、かわいい足、 7.5 センチでした、買ったら。で、お股、はい、お股失礼します。やっぱね、一番汚いところはここだから、ちゃんと洗って。やっぱ基本みんな赤ちゃんってお風呂好きなんですかね。なんかほら、猫とかさ、犬とかさ、動物ってさ、みんなお風呂嫌いで、お風呂わーってなるじゃないですか。だからお風呂って気持ちいいって思うのは人間だけなのかな。そしたら背中、よいしょ、はい、もうさ、背中がほんと、なんでこの頭動いてんの。え、なんでこの頭動いてんの。すごい、私のやり方が悪いのかな。もっとだらんしていいよ、首。なんか最近首をこう立てるんですよね。大丈夫、よいしょ、はい、上手だね。これで洗うのは以上になります。でも洗ってなんかリスナーさんの中では湯切りして、湯切りしたってめっちゃ面白くない。でも赤ちゃんをこう思ってシャッシャッって言って映すっていう、気持ちめっちゃわかる。私もなんかお風呂こうやって終わった後にそのまま上げてここで拭いてたんですけど、そしたらもうこう運ぶ時にもうめちゃくちゃ泣かれて、うわーみたいな。なんで一回洗ったらこうまた温かいお湯ためて、ちょっとまた温まってから拭くようにしました。なんかまだ言葉話せないし、当たり前だけど、そうやって寒いとか冷たいって思ったら泣くっていうのがなんか人間なんだなってっていうの、感情があるんだなってね、気持ちになっちゃった。よいしょ、じゃあ頭拭きます。はい、気持ちかったね、すっきりしたね。今日はね、うんちっちもね、もう2回もしたからね、めちゃくちゃ偉い。便秘だとね、ちょっと苦しそうで、お腹が。はい、この勢いでまずはお腹、
洗面を拭きます。でちょっと持ち上げて下にタオルを入れてタオルを巻く。はい、よいしょ、気持ちかったね。またローション切って、いやよいしょ、そしたらおむつをかけます。そしたら着替えさせます。もうね、ギャン泣きすると着替えさせるのめちゃくちゃ大変だから、この辺は急いで、寒いからね、急いで我に帰らないうちに着替えさせます。はい、赤ちゃんはタグが、タグなんか内側に普通あるからさ、赤ちゃんはねタグが外側にあるんですよね。はい、ということでお風呂上がりました。気持ちよかったね今日も。もう見て、ハゲてる。こういう風にさ、めっちゃやるからさ、ちょっとハゲてきちゃった。はい、ということで皆さん、本日も最後まで動画見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタン。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタン。各 SNS のフォローもお忘れなく。それでは皆さん、またねー。バイバーイ。バイバイする？